で、親御さんも含めて、融資は絶対にしてくるなって言われてんだね。そうですね、融資は絶対に借金だから。はい、うん。かっこよくないけどね、別にそれは。はい、うん。だって、他の志願者は、はい。みんな、っていうかね、融資で来てるわけじゃないですか。はい。もし、こう、こう、こうだった時には、こうやって返すって言ってる子今までも受験生版タイガーファンディングで見てるよね。はい。借金するなって言われたら、 この番組に出る価値あるのか。そうですね。ちょっと。それなんとも言えないんですけど。うん、やっぱり。そうですね。その。やっぱ自分としてはマーチ。まあ。そうですね。マーチに。まあ、俺にはね、まあ、ちょっと、なんだろうな。親御さんはとりあえず反対してんだよね。全体的にね。受験も全部結構反対してるって感じです、ね。だから、そこ、お前は、その、こう。突っぱねて。 まあそこはねまあ認めるよねそこは。だし今までその何かしら、まあ、受験に限らず頑張ってることも認めるけれどもね、はい、まあちょっと、うん、俺は、うん、いつもね親御さんと話してて思うけどやっぱりちょっと親御さんも俺的にはちょっと無責任だなと思う部分はあるね。でそんなのねやってやればいいじゃんって思うんだけど俺はね。うん だけどだから要は岩井さんが聞いてんのはお前自身どうなのっていうことを聞いてんだよ。桐生君自身がどう思ってんの親がそう言ったからってまあるんだからね言いたい気持ちは分かるし思うけどその真なるところだよね、まあ、どうなのかなっらそうしたら別に契約書が融資だろうが契約書が投資だろうが関係ないじゃん桐生君が返したいと思ったら返しゃいいじゃんっていうことはできるわけだよ別に。だって親御さんとの話っていうのは契約書上融資にはしてくるなって話でしょはい その気持ちを聞いてるんだと思うよ今更なんですけど遅いんですけど自分は今回やっぱりその百何万百六八万えー、その大金の重さ重々承知しているえー、なのでちょっと今更遅いんですけど、えー、何が何でも絶対に、えー、どんな形でも返したいだと思ってます、ね、いや全然遅くなくてほんとにあの細木さん言うように俺が来たいのはそこなんだよねだって今までのさ志願者はあの。 何が何でも返したいっていう気持ちを持った子結構多かったんで、あの、親が関係なく、君はどういう気持ちなのかっていうところだけ確認したかっただけなんだよ本当に。